はい、皆さんこんにちは。はい、今日はね、久しぶりの横須賀岸壁ですね。岸壁のところから、まあ、大堀海岸とね、大津の間ですね。まあ、正面に見えるのがね、佐渡島でございます。佐渡島、いいね。千葉県が薄だ見える。千葉県がいいね。向こうが横須賀地方ですね。横須賀地方から、ね、歩いてきましたね。歩いてここまで来ました。声優行ってお茶買います。お茶ダイエットがたらに歩いてきました。ダイエットがたらに、ちょっと下動いてみましょうか。下は海ですね。海こんな感じ。明日天気悪いからあんまし人走ってないね、今日は。まあ晴れてる日はね、人が走ってますね、夕方。でも走ってる人がいますね。走ってる人がこんな感じだね。こんな感じ。一番向こうが横浜だね。横浜、金沢八景とかキリンとか見えるけど、キリンとかすごいね。向こう雨降ってんじゃん。向こう千葉県の木がすごいね。ヤシの木、いや風が涼しい、風が気持ちいい。岸壁歩いてると風が気持ちいい。風が横須賀の花火の時はここで見えるんだけどね。ここで向こうから花火打ち上げるから、風が気持ちいい。風がしいいね、風が穏やか。で、一番まっすぐ行くと、一番ね、まっすぐ行くとね、観音崎方面、橋井水とかね、行きますね。まっすぐ歩いていくと。はい、ということで、ね、今日はね、横須賀の、ね、岸壁から動画撮りました。もしよかったらね、チャンネル登録とね。